じゃあ、行きましょうか。行きましょう。せーの、せっ3マークの、ね、数字言ってって3、6、2、あ、じゃあマサルちゃんだね。はい、これ一緒。なるほど、はい、はい、行きます。いっせーの、せっ、はい、数字言ってって7、5、6、よっしゃ、そこに、はい、どうぞ。いっせーの、せっ、10、はい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 、それではこのフロアにいただきまして、やったぜ、これ総取り、これはもうこれちょっともう差がついちゃったんじゃないか、終わりじゃないよ、せーの、せ、7、4、10、俺だ、せーの、せ、それでは今年も思い出すと7、8、10、俺だ、お会い過ごすことがあると思いますよ、せーの、せ、1、12、11、イエーイ、一番最初はお会いできたない、ない、ない、じゃあこの間ね、まあまあまあ、もう見るからにまあまあね、圧勝ですね、やったぜー、明けおめです、明けおめになった、明けおめでーす、同時にイベント来ちゃったねなんかごっちゃごちゃだけど、まあとりあえずマサルちゃんが好きなものをこれ頼んで食べてください、いただきます。で、2着が2着です、2着がカオルちゃんね、カオルちゃんこれどっちにしますか、よかった、違いがつね、多分間違いなく美味しいのはこのイチゴガムなんです、こっちね、俺こっち行きます、わかった、でもこれすごい量だから頼むよ、息食い、マジっすか、息食いなんすか、うん、あ、え息食い、息食い全部食べて、徐々にではなく、いや、ちょこちょこ食べてたら男らしくないわ男ですから、行きますよ、行きますか、じゃあ、杉浦君がこれって味の感想を教えてください、僕レポート提出しないといけないんで、あー、そっか、はい、ちゃんとね、グルメレポーターとして、はい、重要なんだ、うわ、えぐい、何これ、ちょっと開けてみて、うわぁ、いちごの匂いする、くっさぁ、待ってください、いいね、早速まさるちゃんこれ食べてよ、どんどんいただきます、食べていいよ、もう食べていいよ、ごめんね、ごめんね、2人ともね、マー君、後で覚えといてさあ、うわ、そう、マジで一番、すんげーいちごの匂い、ものすごいいちごの芳醇な香りがするんですけど、今年初の食事だから、すごい、あの風船ガムの30円のいちごとかとちょっとレベル違う、香りが豊かだね、お土産な、これどうしたらいくらぐらいしたんですか、これ300、400円弱くらい、そんなの、あ、でも結構しますよね、やっぱ、うん、いただきます、いただきます、マー君が食べます、あ、すげー美味しそうな匂い、マジで、うん、じゃあまず、じゃあなるくんから食べてもらおうか、あら、ちょっと、あ、俺も匂ってもらって、匂いだけなんで、ちょっと匂わせて、本当に、これは確かに、これは確かに味噌ラーメンチョコ、これはね、これ意外とうまい、味噌ラーメンチョコだね、納得する、ちょっと匂いはしたような、いけるんじゃない、これはちょっと食べてみて、うん、一つだけとか、うんうん、ね、味の、うん、いただきます、うん、もしもし、すいません、どう、味噌ラーメンの味する長げ長いよ、長げーな、ひたすらどんな味すんの、ミリオネアじゃないんだからか世界っつって、